ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。この道着って何か文句でもあるのか？うん、ありがとう、ピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あっ、しまったな、なに？どうしたんだ？お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロン。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、いろいろありがとう、カヨ様。そして、決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん？見つけたぞ。よーし、ナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。サイヤ人がきっとピッコロさんも気づいてると思うけど。僕でもなんとか勝てそう。ピッコロさん、来る。奴らはここに来るつもりだ。いや、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。
そういうことだ。あ？あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。ハエみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。グラグラグラ。こいつら結構できそうだぜ。デジアン、チャオズも。よう、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。そっくりそっくり。あの、僕孫悟飯です。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。悟飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ぎぇ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。ヤムチャさん。なんてやつだ、自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さて、ドイツから語って。さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。何をする気だ、チャオズ。さよなら、ケンさん。どうか死ねないで。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。ジャオス。
仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど、やはり無線で聞いた通りドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間？待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今はそれぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ、つい調子に乗っちまって。今のあのでかい奴の怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。ちくしょう、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん。残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この木は。とんでもない木が遠くから近づいてくる。ほんとだ。すごいけど懐かしい木。やつしかいない。孫悟空だ。カカロットか。どれ。ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつが。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ピクロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃってドラゴンボールが。
てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと、この俺を笑わせやがってこのガキが。お父さんが来るまで僕がやるんだ。ご飯がやるなら俺だって。どうせお前らは皆殺しだ。バカだ、お前もサイヤ人の血を引いているんだ。少しはこの俺を楽しませてくれるんだろうな。遊ばせろ。よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様の元から帰ってきよった。さあ、行ってくる。修行はバッチリだ。頼んだぞ。
地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まってる、あっちだ。情けない話だぜ。ピッコロ大魔王様ともあろうものがガキをかばっちまうなんて最低だ。貴様ら親子のせいだぞ。甘さが移っちまった。だがご飯、俺とまともに喋ってくれたのはお前だけだった。貴様といた数ヶ月悪くなかったぜ。死ぬなよ、ご飯。いよいよ寿命が終わるようだ。だがピッコロは最後の最後で神の私を超えた。嬉しいぞ。神様。殺す順番が変わっちまったが、どっちにしても同じことだ。ぐしゃぐしゃに潰れた息子を見た時のカカロットの顔が楽しみだぜ。潰してやるぜ。ちくしょう、貴様ごときに。もういい、降りてこいナッパー。俺が片付けてやる。命令だから貴様はベジータに任せる。だが俺様もこのままじゃ気が済まん。しまった、海王拳。もう叩けねえはずだ。そいつを連れてとっとと地球から消えろ。ベジータ、助けてくれ。何だ、ベジータ！動けないサイヤ人など必要ない！なんてやつだ、自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつの強さは思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。そうだ悟空、どうせなら
場所を変えて戦ってくれないか。え？みんなの死体までむちゃくちゃになっちまったら生き返った時悪いからな。生き返った時ってピッコロが死んで神様も死んじまった。ドラゴンボールはもう永久になくなっちまったんだ。残念だけどみんなは二度と生き返りはしねえ。クリリンさん、ひょっとして。なんだ。詳しいことは後で話す。もし悟空があいつに勝つことができたら。勝てたらか。そうだな、とにかく勝たなきゃ。なんとしても。悟空よ、いつもお前一人に運命を任せて悪いな。絶対死ぬなよ親友。ああご飯、父ちゃんが生きて帰ったらまた釣りにでも行こうな。はい。場所を変えるぜ。好きにしろ、同じことだ。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いと貴様のように弱い星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。落ちこぼれだって必死に努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。
疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。クリリンさん、あれ、降りろ、ご飯。下に降りて隠れるんだ。おい、うわ、ヤジロベ。あん化け物、誰だと思う。サイヤ人だけはサイヤ人知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。や、奴は元に戻ったって信じられねえ強さなんだぎゃ。ん？何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、キエンザン。じゃあそんな尻尾のことを知っていたらしいが残念だったな。
ずは貴様からだ。手のひらを上に向けて集中させてくれ。玉ができる。うわあ！出た！これが元気玉だ。やったな。クリリン、そいつを奴にぶつけてくれ。わかった、やってみる、任せてくれ。くさあ、あんなに動かれちゃ俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない、悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。随分ひどい目に遭わせてくれたな。い
今のは俺も死ぬかと思ったぜ。いい加減にしてくたばっちまえ。この俺がまさか引き返すことになるとは。逃がしてたまるか。見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。分かってる。こいつは俺たちの仲間を殺し世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな悟空、今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよゴミども、今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おい、ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外はみんな やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様もドラゴンボールはもうなくなっちまったんだ。じゃあヤムチャはもう二度と。ブルマさん泣かないで。もしかするとサイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見てナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。
だからもしもそのナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、ほら悟空、ベジータとの戦いでピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまって、もう誰も生きけれねえ。神様の故郷ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回ドラゴンボール Z、 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。